挨拶どういうふうにすればいいんでしょうかと、案内メールの例文とかですね、あと挨拶の例文について知りたいということなんですけど、まあ、これ検索すれば実際出てきはするんですけれども、まあ、オンラインセミナーはですね、案内は結構重要かなと思います。やっぱりティーアップというかですね、例えばオンラインセミナーであなたが話さないで別の方が話すという場合はですね、その方のティーアップですよね。まあ、もちろん嘘を書くということではなくて、ちょっとですね、持ち上げるっていうところが大事になるんですね。それによってやっぱり読む方の参加される方の期待感というのは上がりますので、まあ、その他己紹介って僕言い方するんですけれども、まあ、自己紹介ではなく他人の紹介、他己紹介ですよね。まあ、これがですね、ティーアップが重要な、上手な人っていうのは結構セミナーもで稼ぐことができたりします。なので案内メールとかですね、まあ、例文そのままテンプレやるよりもですね、まあ、オリジナルでもいいので、あなたの言葉で伝える、であなたのその感情の動かされた部分を伝えるっていうのはすごく大事かなと思います。で、オンラインセミナーで売りたいですと、物を売りたいですと、海外自己希望の方なんですね。